今日は6月9日鮎の解禁日、巴川の鮎の解禁日の次の日です。6月8日が鮎の巴川の鮎の解禁で、ちょっと昨日来れなかったんで、今日朝からちょっと釣ってみたいと思います。で、時間は7時で、場所が小原橋の下流、上流で38匹、2匹ぐらいなんかかけた人もいるみたいですけど、まあ、僕はちょっと下流の方でやってみようかなと思って下流に行きました。水はそんな多くなくて釣りやすそうですね。じゃあ今日はここでやってみたいと思います。人流しね、今この小原橋の下流が工事してすごい今日森瀬おとり店でおとり買ったんですけど、そこからずっと下ってきて雲上橋を渡って、でまた上がってきて、ちょっと遠回りなんでちょっと嫌ですけど、田振りにおとり屋が新しくできたみたいで、7時土日あと祝日あと7時からおとり開くらしいんですけど、僕今もうちょっと早く来ちゃったんで、もう上まで行って買ってきたんですけど、これからは、土日だったら田振りおとり店でおとり買って、ここに来れば近いかな。で、あの辺の流れもあまりやったことないんで、これからあそこに駐車場止めて釣り屋っていいみたいなんで、あそこのおとり屋の下のいい流れがあるんで、そこでやってみようかなって今年は思います。今年姫がなんかやってないみたいで、ちょっと残念ですけど、で来週はここで巴川でシマノのジャパンカップがあるんで、それに一応エントリーはしてますので、今年の初アユの巴川、黄色さっきの場所がすごい釣れんかったんで、場所移動してきました。で、ここはお宮の、あすけのお宮の裏ですね。で、いつも僕こっちの右岸側から入って、で釣ってます。最近あんまり来てなかったんですけど、で今日解禁2日目、解禁して2日目なんで人多いかなと思ってちょっと上来たんですけど、全然人いないです。高校前でも2人しか入ってなかったんで、昨日も釣れてなかったのかなと思って、釣れてたらこんな人少なくない。
もう一回ここでやってみます。